はい、続いてこちらですね、レジェンドマッチ来ております。そうなんですね、このレジェンドマッチがかなり優秀になってるので、まあ、先の曜日マッチに AP 使うよりもこっち回した方がいいんじゃないかなというふうに思っております。さあ、見ていきましょう。モッチ。これ、チアゴ持ったかな、はい、モッチ選手、イタリアのパリ・サンジェルマン染めに使えるモッチ選手が登場しております。選手としては、ダイナモじゃないんだ。セントラルミッドフィルダー系統で、根性20までがついているので、まあ、配布の選手としては結構優秀かなというふうに思いますし、何よりもここです。バスタータックル出てます。めちゃくちゃすごい。いや、バスタータックルが無料でいくらでも手に入るっていう時代がついに来ちゃったかというふうに思います。このバスタータックルですね、もう絶対取っておくことをお勧めします。なぜかということを説明すると、バスタータックル、まあちょっと選手から見ていきますか。レジェマ行って、持ち。はい、このバスタータックル、一定時間タックルが特大アップし、対象選手1人のシュートが特大ダウンするというものになっております。そうなんだ、もっと強いタックルいっぱいあるじゃんと思うかもしれませんが、このバスタータックル、何を隠そう、タックルの中で初めて登場した複合系タックルでございます。このバスタータックルはですね、マークの複合系タックルです。まあその後はたくさんありますね、ロックボールタックルだったりとか、ストラグルタックルだったりとか、まあその後はたくさん出てるんですけども、まあその走りとなったのがこのバスタータックルですね。なのでこのバスタータックルはシンプルなタックルのシチュエーションでの発動のみじゃなく、マークの発動シーンでも発動することができるので、具体的にこのバスタータックル、ダイヤモンド勢とかガチ勢もめちゃくちゃ喉から手が出るほど嬉しいです。なぜかというと、例えばゴールキーパー、ゴールキーパーにつけるスキルというのは基本的にはセービングが最初からついてますよね。もしくは強いセービングをつけたりもあるかもしれません。そこにやっぱりブロッキング系ですね、ブロックのセーブをつける、スキルをつける。でもう一個がマークなんですよ。マークのスキルをつけるっていうのが実はゴールキーパーを強くする、すごい重要なポイントなんですね。でマークをつけることでコーナーキックだったりセンタリングだったりっていう空中戦の時にマークが発動して、こちらが優位にボールを奪うことができたりとか、あとはまあ、1対1の場面でマークが発動したりとかで、マークっていうのは発動率が非常に軽いので、そういう意味でゴールキーパーのマークっていうのはすごく強いんですね。ただじゃあマークって何があるって言った時に、スパイダーマークが一番、まあマークの中では一番下の方で手に入りやすいですよね、スパイダーマーク。少し前のレジェンドマッチでもスパイダーマーク取り放題でしたけども、スパイダーマークはですね、スタミナダイダウンとマークがまあ上昇するという感じなんですが、このバスタータックルっていうのはですね、一定時間タックル特大アップ、まあ、これはどうでもいいですよね、タックルって関係ないので、ゴールキーパータックルっていう数値がありません。で、ありませんので、もしかしたら一定時間タックルが特大アップのタックルのところがですね、ゴールキーパーの場合、この一番上がセービングになってますので、もしかしたら代わりにセービングが上昇している可能性もあります。で、これはですね、まあ、誰にも分かりません。これね、一番上がセービングなんですよ。で、これがタックル、パスカット、マークっていうところがセービング、ハイボール、飛び出しに変わってるんですね。で、これがですね、タックルが、マスタータックルとか発動した時に、もしかしたらセービングが代わりに一定時間アップしてる可能性もあると。これは誰にもわからないので、ただまあ、文言的にそんなことありえないだろうって思う人もいるかもしれませんが、もしかしたら内部的にここ自動的にこうタックルと、タックルのところはセービング、パスカットのところが飛び出しみたいに、まあ、変換されている可能性もゼロではないので、その可能性があるっていうところですね。で、ただまあそうじゃなかったとしても大きいのはこの後ですね、対象選手1人のシュート特大ダウンなんですよ。で、ゴールキーパーがこのマークの発動をするときっていうのは基本的に相手がシュートを打つときです。基本的というかもうほぼそうです。1対1で相手にシュートを打たれるとき、もしくは空中戦で相手がヘディング、もしくはボレーシュートを打とうとしているときに、こちらがマークを発動します。ということは、シュート特大ダウンがかかってくるバスタータックルの方がスパイダーマークよりも、かなり、まあ、強いと。シチュエーションとしては大きいというふうに言えます。あと実感としてもですね、スパイダーマークをつけるよりもバスタータックルの方が強い、まあ、その上位でロックウォールタックっていうのがありますけど、まあ、ロックウォールタックの方が強い。なんで僕の中でゴールキーパーにつける最強のスキルのランキングで言うと、その、まあ、基本となるブロック系のスキルは除いてですよ、基本となるブロック系のスキルは除いたとして、マーク、もしくはタックルマーク、複合系のスキルで、一番上が僕の中ではロックオールタックルなんですよ。で、次がバスタータックルなんですよ。
で、次が普通のマーク系。まあ、スパイダーなり、エッチングなり、まあ、そういうマーク系。ただ、エッチングとかつけても、結局、タックルとか、何かを、二つを一定時間上げるってなっても、キーパーにそのステータスがないので、さっき言ったみたいに内部的に上がっているのであればいいですけど、まあ、それは確定じゃないので、まあ、ほぼつける人はあんまりいないんで、エッチングとかは。なんで、まあ、キーパーにつけるマーク系って言ったら、ロックボール、バスタータックル、スパイダーマーク、まあ、この三つなんですよ、大体。ってなった時にロックボールはもう超最強スキルなんでなかなか手に入らないっていうところでバスタータックル、これ十分強いんですね。なんでこのバスタータックル、キーパーにつけるっていうのがまあ今の超ガチ勢の中では多いのかなというふうには思います。はい、っていうのが一つ一番大きな理由ですね。ただガチ勢、まあそのダイヤモンドとかトップのクラスのそのカオスの人たち以外でもですね、このバスタータックル本当に強いですよ。普通にタックルとしてつけてもいいですし、発動も頻度も高いです。で、他のタックル、シンプルタックルに比べてバスタータックル刈り取れないことが多いですけど、それは勘違いです。刈り取れないことが多いんではなくて、マークの複合なので、マークとして発動しているので刈り取れないっていうだけですね。はい。なんで、バスタータックル、本当に優秀なタックルですので、これがですね、無料で手に入るっていうのはもう本当に本当にすごい、ことでございますので、まあ、これはですね、できるだけたくさん取っておいた方がいいんじゃないかなというふうに思いますし、モッチ自体もごとつして、このバスタータックルを持った、センターバック、ボランチっていうのは非常に優秀かなというふうに思います。はい。まあ、ちょっとセントラルミッドフィルダー系統なんだっていうところはちょっと引っかかりますけども、まあ、パスもちゃんと高いのかな。だったらいいかな。うん。なんで結構これは活躍してくれます。本人も活躍してくれますし、まあよりたくさん持っておけば、これもガチ勢もしっかりとたくさん取っておきたいスキルになりますので、レジマでこのクラスがまあ出始めたかっていうぐらい、これは激アツなスキルですので、まあぜひモッチは取っておくことをお勧めします。はい。ちょっと長い説明になりましたが、はい、続いてこちらですね。ピックアップスカウト来ております。まあいつもの流れですね。ただ今回大きな点はですね、ついにチャールズが、廃盤になりました。その代わりにですね、新レジェンドが追加されております。で、その新レジェンドを見ていきましょう。はい、ドンアウダールということで、まあアウダイルかな。もうすっごいセンターバック来ましたね。はい、確実にサカツクロードトゥーワールド史上最強センターバックです。このセンターバックを超えるセンターバックは当分出ないでしょう。もう一生出ないかもしれないぐらいすっごく強いです、アウダール。はい、中身を見ていくとですね、まず、数値もう S タックル、 S パスカットでオールブルーということで、もうぶっ飛んだディフェンス能力ですね。史上最強のディフェンス数値を誇ります。タックルもパスカットもマークも全部高いです。アウダールめちゃくちゃ強いです。で、そこにディフェンスマスターですね。タックル、パスカット、マークすべてダイアップ、そしてなんと5つの牌、まあレジェンドといえば5つの牌という、まあこの流れになっておりますね。5つの牌ということで、まあ能力が落ちないと、スタミナが減っても能力が落ちないというものがついておりますので、最近ですね、僕リミテッドマッチの決勝トーナメントの模様を上げてます。今日ベスト8まで上げたのかな、というところですけど、まあそこ見ていただければ一目瞭然ですね。負けれれ怖いですよね。もう負けれれって何ってぐらい怖いですよね。最近始められた方は多分あの決勝トーナメント見て、もう喉から手が出るほど欲しくなったんじゃないでしょうか、負けれれ。もうあの負けれれがなんであんなに強いかって、やっぱりあれだけのディフェンス能力にプラスで5つの牌があるからなんですね。はい、というところで言うと、まあこのアウダールももう本当に、試合が始まって終わるその瞬間までもう鉄壁のディフェンスを誇ってくれるんじゃないかなというふうに思います。過去史上最高のディフェンス数値に対して5つの牌を持ってセンターバックというところ、さらには鎮圧を持っててボールジャマーでロックボールタックに攻守パスカット、はい、やりすぎってぐらいやばいですね。はい、ロックボールタックル、先ほど説明した最強タックルの一つでございます。めちゃくちゃ強いですし、これ複合系でマークの時にも発動するので、うん、めちゃくちゃ発動します。で、さらにはまあパスカットの中でも最高峰の一つ、攻守パスカット、元から S です。 S2 つ持ち、うん、めちゃくちゃ強いですね。これはやばいです。アウダールということで。これがですね、レジェンド枠という形になっております。はい。最近始まった方、ご注意ください。この選手、手に入りません。ほぼ 100% 手に入りません。そこだけお気をつけください。まあ、ごめんなさい。本当のこと言うと、99.995%手に入りません。手に入る確率は 0.05%。
まあ、ほぼ無理です、ほぼ無理。僕がチャールズ持ってるのは本当に奇跡です、本当に奇跡。で、このアウダールを確実に手に入れる方法は一つしかありません。それはですね、今来ているこのピックアップガチャで 0.05% を追いかけるということです。つまり、まあ、確率論で言うと約70数万円ガチャに突っ込んで、アウダール1体出るか出ないかという確率になりますので、まあ、ざっくり100万円ですね。100万円を、使ってアウダール1体取る覚悟がある人だけこのピックアップでアウダールを追いかけるということを、肝に銘じておきましょう。中途半端な気持ちで10万円とか20万円でアウダール出たらいいななんて人やめときましょう。絶対に出ません、絶対に出ませんし、まあそういう思いでやって10万20万が全部使い物にならないピックアップの選手になったっていう人、いっぱいいます。なので、アウダールは追いかけちゃダメです。アウダールを追いかける人は、本当に100万円を、捨ててもいいと。アウダール1体取れれば100万円なくなってもいいという方のみですね、ヤクルトさんのような猛者のみアウダールを追いかけてください。そうじゃない方は絶対に追いかけないでください。もう絶対に出ませんから。99.95%、0.05%、そんなもん、ですね。もう本当に出ませんから、それだけお気をつけください。今思ってもチャールズよく出たな、僕は、というふうに思います。はい、ただ、まあ、それに、ね、ふさわしいぐらいとんでもない選手です、ということです。はい。それから、アルトゥールですね。まあ、ここからというか、まあ、このアウダールも含めて、ここにピックアップされている新選手に関して言うと、レジェンドマッチの 80% の特別効果を持った選手になっております。はい、アルトゥール。で、ここから先もちょっとざっと言わせていただきますけども、はい、まあ、10% のガチャになりますが、正直、アルトゥール、それからアラン、アウダール、フェリペ、4体全員、アウダール以外ですね、アルトゥール、アラン、フェリペ、この3体は、3体ともですね、特別効果を持った特攻キャラの選手として、使ったら、それだけです。それ以外、全く、まあ、いいところありませんので、まあ、そこだけお気をつけくださいっていう感じですね。まあ、アルトゥール、これもですね、まあ、ほとんど使えないですね。これをごとつしていこうということは、まずちょっと考えない方がいいかなというふうに思います。それから、アラン・ロブレイロ。まあ、この選手も、まあ、ちょっと微妙かな。まあ、強いて言うなら3人の中では唯一使えるかなというふうに思いますが、強いですね、ダイナモいないよという方はですね、ブラジル染め真ん中、ボランチにダイナモ必要なので、強いダイナモ持ってないよという方は、まあ、作ってもいいのかなというふうに思いますが、まあ、無理してコインとか使って作っていく価値は全くないので、お気をつけください。続いて、アウダールは飛ばして、フェリペですね。このフェリペに関しても、ダフがいってって思うぐらい、まあ、数値も低いですし、能力も低いですし、特徴も低いですし、っていうところで、まあ、これも作っていく価値はないですね。はい。ということでですね、まあ、正直、アウダール以外、どの選手が当たっても、戦力としては全く上がりませんので、まあ、そこだけお気をつけて、ピックアップスカウトを回す方は回していただければな、というふうに思います。ガチで追いかける方、アウダール追いかける方は100万円用意してやるっていうことですね。それ以外の方は、まあ、普通に特別効果を持った、キャラを手に入れてですね、さっき言ったレジェンドマッチ、激アツなバスタータックルたくさん手に入れたいという方は、このアルトゥール、アラン、フェリペを手に入れていければいいのかな、というふうに思います。はい。提供割合に関して言うと 10% で、新選手のアルトゥール、ロブレイロ、フェリペが 2% なので、非常に当たりやすくはなっております。他の選手よりも、まあ、10倍ぐらい、もっとかな、当たりやすくなってますので、まあ、普通にガチャ回していただければ 10% で、ポポポンって星5が出れば、まあ、とりあえず、特攻キャラ1体2体は手に入るんじゃないかなというふうに思ってます。はい。そうですね。で、アウダールはもう 0.05% なんで、もう本当に、出ないと思ってください。もうこれはですね、本当運営の、罠というかね、少しでも出るような雰囲気を出して、課金させようというところでございますので、もう絶対出ませんからね。もう、ほぼこれはもう、もう、なんて言ったらいいのかな。お祭りの敵屋のくじ引きぐらい当たらないと思ってください。はい。まあ、その全国のどっかに1人は当たるのか2人は当たるのかっていうぐらいのレベルだと思ってください。ツイッター見てたら、ああ、当たったよ、当たったよって人いっぱい見ると思います。これツイッターのマジックですから、当たりませんから。はい、当たりません。
はい、ということで、以上でピックアップスカウトという形になります。まあ、最初の10連が2400GB で回せて星5確定チケットですので、まあ、2400円で星5 1枚確定で、さらには、まあ、アラン、アルトゥール、フェリペ 10% ガチャなんで、まあ、10連ステップ1ぐらいはみんな回してもいいんじゃないかなというふうに思います。多分損はしないですね。 2400GB で、チケット1枚なんで金コイン50は絶対確定でもらえますし、それ以上の可能性もありますし、特攻キャラが手に入る可能性もありますし、敵屋のくじ引きが確率ぐらいで、まあ、アウダイルが手に入るかもしれないですしっていうところですね。まあ、ステップ1ぐらいでやめとくのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでこの辺でアップデート解説終わりたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。